度ついたらなかなか落ちない体脂肪、なんとかしたいって思いませんか？そこで今回はしっかり食べながら確実に体脂肪を最短で落とす食べ物をお話します。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。最短で体脂肪を落とす食べ物をトップ5お話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ体脂肪がつくのか、その原因と、2つ目、食べて痩せる体脂肪を落とすためのトップ5、詳しくお話します。では1つ目の項目です。なぜ体脂肪ってつくんでしょうか、ということで結論は、食べ過ぎているからなんですけれども、そもそも体脂肪って何でしょうか、ご存知ですか？これは皮下脂肪と内臓脂肪両方含んだ体の脂肪の総称なわけです。ですから体脂肪といってもいろんな種類が入った脂肪をということですね。体脂肪イコール悪っていうねイメージがあると思うんですけれども、やはり必要なんです。例えば必要なホルモンとかこの細胞膜などの材料ですねになりますから、ある一定量は必要なんだけれども、それ以上になるとやはり太ってしまったり体にとって負担になると、そういったマイナスの面の体脂肪になるんですね。ではここから体脂肪の中詳しく見ていきましょう。まずは体脂肪のうちの一つが内臓脂肪になりますね。よくお腹ぽっこり悩んでませんか？その原因はこの内臓脂肪が原因なんですね。もう簡単、胃や腸の膜、要は内臓周り、お腹の周りのね、もう蓄積するこの脂肪が、ですからお腹周りがぽっこりとなってしまう。で、内臓脂肪はとってもね簡単につきやすいんですが、逆に落としやすい脂肪でもありますから、ここしっかりと落とす食べ物を食べていきましょうね。ではもう一つあります。こちら皮下脂肪になりますね。もうまさにその皮膚の下ですね、皮下細胞にこの脂肪が蓄積してしまったと。でつままとこうプニプニしてる場所になります。例えばこう二の腕とか太ももとかお尻周りとか、つまむとプニプニしているのが皮下脂肪になります。これが厄介、一度皮下脂肪がつくとこれなかなかね落とすことが難しい、減らしにくいんですね。ではここから2つ目の項目です。そんな厄介な体脂肪なんですけれども、それを最速で落とす食べ物があります。トップ5ということで5つご紹介していきます。では1つ目の食べ物はこちら、発酵食品になります。難しく考えなくても大丈夫です、簡単。例えば味噌汁、納豆、ぬか漬け、あとはキムチとかヨーグルト、チーズですね。また調味料でもいいんですよ。塩麹や醤油麹、またリンゴ酢などなど、こういったねもうすでに発酵してあるものを召し上がってください。そうすると何が起こるか、先ほど項目1でお伝えした内臓脂肪や皮下脂肪をその燃やす材料になるんですね。こういった発酵性の食品を召し上がりますと、もうとにかく短鎖脂肪酸に転換されてね、痩せ菌たちの餌なので、もうどんどんエネルギーとしてその転換されるわけです。簡単に言うと、こうどんどん脂肪をね燃やしてくれる、基礎代謝を上げてくれるものになりますから、ぜひですね朝昼晩、発酵食品どれか一品でもいいです。食べてるかな、入ってるかなって日々の食生活確認してみてくださいね。では2つ目は野菜になります。もうここしっかりその燃焼しやすい体作りのためには、やっぱビタミン、ミネラル欠かせないんですね。しっかりとそういった栄養素プラス食物繊維が取れる野菜をしっかり食べていきましょう。ただし脂肪を溜め込みやすくしてしまうような糖質量の高いお野菜は量には気をつけましょうね。簡単に言うと甘みがあるお野菜です。人参とか里芋とか、そういったね甘みがあるものは量に気をつけてくださいね。3つ目はこちら、海藻類になります。もうすっごく大事、ネバネバ食品ですね。わかめとか昆布とかメカブ、何でもいいです。要は海藻ですね。これはもうね食物繊維が豊富、特に水溶性食物繊維ですね。しっかりこれで腸を大掃除することができますから、結果
エネルギー転換が高まって代謝が上がって痩せることができます。どんどん脂肪を燃やしてもらうためにはこういった海藻類もしっかりと召し上がってください。4つ目はキノコ類になります。もう何でもいいです。えのき、しめじ、まいたけなどなどですね、あなたのお好みのキノコをね、もう一つばっかりって言えばいろんな種類召し上がった方がいいです。でキノコはもうほんと9割方ほとんどね水分ですし、食物繊維の塊みたいなね食材ですから、ぜひここでも食物繊維を摂ることでしっかりと食欲を抑えながら腸の大掃除をして痩せ菌を増やして代謝を上げて痩せていきましょう。では最後5つ目はタンパク質です。これもしっかりとバランスよくになりますね。お肉、お魚、そして大豆製品、卵、乳製品などバランス欲がとっても大切になってきます。で毎食必ずタンパク質摂りましょうね。例えば忙しいからといっておにぎり1個パパって食べて終わり、すぐお腹すきます。パンも一緒。なぜかというとそのメニューではタンパク質がしっかり摂れてないからなんです。私たち人間はですね、一定量のタンパク質が摂れない限り食欲が収まらないんですね。結局食べ過ぎになってしまうわけです。さっき食べたばっかりでまた食べちゃうっていう方はタンパク質が確実に足りてません。では目安です。だいたいこのご自分手のひらのサイズに収まるぐらいの量のタンパク質を毎食毎食しっかりと召し上がってください。以上お伝えした5つの食べ物が内臓脂肪と皮下脂肪をそれぞれ落とすために必要な食べ物ということになります。さあいかがだったでしょうか。落としたい体脂肪を実はしっかりと逆に食べることで落とすことができるということがお分かりになったと思います。あなたのペースでバランスよく5つの食材ですね召し上がってください。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみたらこうなりましたっていうコメントですねいただけるととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。